ゴミ拾い、質と量をポイントで競い合う地球に最も優しいスポーツ、スポゴミ甲子園の山形大会が開幕です。今年は県内の高校生22チームが参加しました。いいと優勝です。競技スタート。ルールは3人1組のチームで60分の制限時間で定められたエリア内のゴミを拾い、質と量をポイントで競い合います。橋の下とかたくさんありました。こちらはチームが独自に考えて制作したゴミ拾い用のオリジナルアイテムです。この青いののところを引き出しにしたりして、大きいゴミと小さいゴミを分別できるようにしました。なんでここでタバコ吸ったの？狙いはポイントが最も高いタバコの吸い殻。吸い殻とかは結構あるある。タバコの吸い殻頑張りました。 0.12。 この日みんなで集めたゴミの量はおよそ 13.5キロ。 優勝は東海大山形高校の東海 B チーム。去年に続き2連覇を果たしました。バーベキューとかした後のゴミが多かったです。去年は全国で20位だったんですけど、今回は3位以内に頑張って入りたいと思います。優勝した東海 B チームは12月に東京で開催される全国大会に出場します。チェンジフォーザーブルー。海と日本。動画いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。